浴室クリーニング10点セットといって、分かりますかね、この弾き方。暮らしのマーケット大学です。今回は浴室クリーニングです。先日の動画では浴室洗剤の魔術師こと鍵とお掃除の川竹の川竹さんに強力な洗剤をいろいろと試していただきましたが、今回はファッションクリーニングの手塚さんに別のアプローチから浴室クリーニングを解説していただきました。その名も浴室クリーニング10点セットです。洗剤3点、道具7点、合計10点のシンプルなセットを巧みに使って浴室の汚れを落とし切ります。びっくりするぐらい綺麗になったので、ぜひご覧ください。はい、ということで、これから浴室クリーニングの道具の使い方とか、あの擦り方とかを教えていきたいと思います。まず全体的に漂白剤を噴霧します。これは漂白剤です。ピュアソンのホワイトトップ20を私は使ってます。これは塩素系です。で、石鹸カスとかを落とすのには酸性を使うんですけど、塩素と酸性を混ぜると本当に激薬になるので気をつけてください。バケツの中に全ての細かいパーツを、パーツに漂白剤をこれぐらいですね、トクトクトクと、で端っこの方に置いておきます。ではエプロンの中が、はい、いわゆるこれがエプロンですね。で、マンションの構造上なんですけど、これ見てお分かりのとおり、ちょっとドブになってるんですよね。このお風呂の内部がここがこんぐらい深くなってます。で、作り上戸建てと違うので、あの一本の太い管に対していろんなお部屋から流れてくるので、流したお湯が一度このドブに溜まる構造になっていて、ゆっくり下に流れるようになってます。戸建ての場合はもうエプロンの中に水が入んないように設計されてるんで、まあ、これはマンション特有ですね、このエプロン内部は。で、この中も今回は漂白かけていきたいと思いますので、はい、でこのエプロン内のパーツも入れちゃいます。漂白かけます。はい、ということで全体的に漂白剤を撒いていきたいと思います。私はまあ、スポットで漂白剤を撒くこともあるんですけど、高圧洗浄機で全体的にせっかくなんでいつもやってます。で、特にこういう四隅で目に見えてない下、でエプロン内を、でこの中を一旦漂白剤を撒いておきます。漂白剤をかけ終わりました。で、ちょっと漬け込みたいので、その間に外扉をクリーニングしていきたいと思います。決めていきたいと思います。で、使用する道具なんですが、うちでは浴室クリーニング10点セットといって、これはアルカリ用の洗剤ですね。で、これが酸性のソリッドオフといって、これもピュアソンから出ているもので、粘性のものです。石鹸カスとか、カルキとかを速攻で分解する洗剤です。で、通称いじめ棒。もともと、重機、車屋さん、設備屋さん、整備屋さん、その油汚れというか、チェーンを洗う油を落とす、古い潤滑油を取り除くために出ているもので、こう、硬いんですよ。見た目以上に。うちでは通称いじめ棒って言ってました。汚れをそれでいじめるからです。これはもう本当に、いいです。で、これ 2way ですね。柔らかい毛、硬い毛。これはちなみにダイソーです。で、激落ちくんですね。メラミンスポンジですね。これはもうハウスクリーニングの神です。で、これがガーデニング用のハケ。キレンボ。で、これは 3M さんから出ている
スポンジパッドですね。ヤスリですね。これはステンレスとか光系の研磨をするのに使います。 3M は新品でこういう状態です。これが2000番から3000番ぐらいですね。あと1枚刃、これは楽々ホルダーといって、これも鏡なんかの、カルキなんかを削ったりします。で、これが工業落としですね。ステンレスの工業落としです。これも必需品です、ハウスクリーニングは。こんな感じで10点セットをあらかじめ用意しておきます。外扉を決めていきます。あ、これは荒拭きで、後で中の漂白剤を流すときに一緒にすすぐんで、で、このステンレスもずっと長時間こうアルカリ性をつけとくだけでも色落ち焼けてしまうので、すぐオフしてください。で、お客様が気になるのがここですね。この通気、ある程度このアルカリ性を噴霧しておきます。で、先に 2A とかこういういじめを使って端っこの方をいじめます。下場ですね。水が溜まるここのこういうカルキに関してはケレン棒を使ってちょっとこう引く感じで、で、傷が入りやすいのでどうしても削る作業なんで塗装が少し剥げてしまうかもしれないっていう注意事項はお客様に事前に伝えておくことが必要です。ちょっとこう刺激してあげて、ゆっくり、この焦げ落としもゆっくり、ね、で、この外扉が終わった頃にはもう中漂白されてるんで、これから中を中和して流していきたいと思います。シャワー二刀流で流しちゃいます。で、シャワーはもう出しっぱなしで、ドブの中の水をもう溢れ返らせますので、はい、ということで浴室内の漂白が流し終わりましたので、取り外した浴室乾燥機のフィルターですね、フィルター、エプロンのカバー、物干し棒を磨いていきたいと思います。で、まず先ほどの10点セットを中に入れてしまいます。で、まずフィルターは、まあ、単純にもうこれはアルカリ用の洗剤でシュッシュッシュッともう流しながら、もうツルッとツルツルツルッと、まあ、こういう感じで。続きまして、物干し棒ですね。物干し棒はステンレスなので、この焦げ落としですね、ステンレス磨きで。で、カルキがひどい時とかはもうこういう先ほどのサンディングペーパーですね、2000番台でスーッとスーッと。次にエプロンカバーですね。で、エプロンカバーなんですけど、どうしても大きいものなので片手の作業だと力が全く入んないので、私はこの浴槽に対角に置いて磨きを入れます。で、これ白だからあんま気づかないんですけど、石鹸カスとかカルキが実はこう触るといっぱいついてるので、ソリッドオフで、まず柔らかくしていきたいと思います。まあ、こんな感じで、で、焦げ落としとか、まずもう手でこうまんべんなく塗っておきます。で、片手に焦げ落とし、片手に激落ちくんですね、ハウスクリーニングの神激落ちくん。こんな感じでちょっとこう押さえながら、で、あんまりこうゴシ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 やってしまうと傷が入ってしまうので、こうやんわりっていうのが多分ちょっとわからない
かもしれないんですけど、カルキとか石鹸カスがなくなった時にこうつるっとする瞬間があるので、そこがポイントですね。つるっとするんですよね。これです。そんな感じで全体的にこすっていきます。縁もしっかり漕ぎ落としで、こういう感じで、でこういう障害物はこういういじめを使って嵐裏はそんなについてないので、こうアルカリ洗剤でかける。こんな感じで、ここのお客様は綺麗ですね。今度は実際に浴槽内を磨きを入れていきたいと思います。順番としてなんですが、ハウスクリーニングは基本的に上から下に降りてくるっていう基本的な動作があります。で今回浴室乾燥機は、分解じゃないので、まあ、簡易クリーニングというか手の届く範囲でのクリーニング方法になります。で私の場合はもう洗剤を直接噴霧します。でこっちからも噴霧します。この時も換気をつけといてください。でこういうハケを使って縦ですね、この網目に対して横じゃなくて縦の方が飛び散らないんです。で向きを変えてこう違った角度からもしっかり見るようにしてください。このシャワーの放射線状の扇形の3分の1ぐらいをこうかすめる感じで、じゃあこの浴槽側の天井から磨きを入れていきたいと思います。ここもほんと綺麗なので、このアルカリ洗剤でシュッシュッとこういう感じで磨きを入れてください。でそのまま壁ですね、壁はちょっと酸性を使います。ケアソンのソリッドオフですね。酸性とアルカリ性を分けてる理由って何ですか？カルキと石鹸カスに直接ぶつけたいんですよね。ただアルカリ性だと落としきれないんですよ、溶かしきらないので、はい、使い分けて、まあ両方使います、アルカリ性と酸性は。でちょい付けです。ちょい付けでまず壁を、ここは本当に綺麗なので、まあ、円を描くようにこういう感じで、で次に浴槽です。この白だからちょっと見えにくいんですけど、カルキがいっぱいついてるの分かりますか？こういう平らな部分っていうのは水たまりがこうどんどんカルキになってしまうので、ここをつるっとさせていきたいと思います。でこれはちょっとつけ置きが必要なので少し塗り込みます、酸性を。シュリシュリしてるところはカルキがついてるってことですね。でこの浴槽の底蓋の蓋を実はこう取れたり取ることができるので、これも結構お客様が気にしてる部分ですね。この隙間にカルキが入ってこんな形で磨きを入れます。でもすぐつけちゃいます。でここは今酸性がついてるので、このステンレスに関しては実はこのアルカリ性をオフしとくと焼けないので、酸性をつきっぱなしでほったらかしにしてしまうと焼けちゃうので、黒多く、これ裏技です。縁を今酸性でカルキを柔らかくしてる間にこういう突起物を磨きますね。もう光らせるところは光らせる。もうこの給湯器の
こういうところも結構軽気がついているので、この一枚刃を使って、はい、じゃあ浴槽の縁を磨いていきたいと思います。これもエプロンのカバーと同じで、こうつるっとする瞬間があるので、そこまでこすってください。で、物によっては樹脂系でできている浴槽に関しては傷が入っちゃうので、そこも気をつけてください。今度は内側ですね。内側を半分半分、でこの激落ちくんはやっぱメラミンスポンジで研磨されてるものなので、ちょっとずつ痩せてくるので、ガンガン使ってクリーニングをかけてください。ケチんないでください。で、こういうステンレスの部分ですね、浴槽の蓋、こういうところもこう円を描くようにいじめを使って浴槽側の天井、壁、突起物、浴槽が磨き終わったので流していきたいと思います。でしっかり流してください。で、この浴槽はちょっと流したら手で確認してもらって、こうダラダラしてるところがないか。で、今度はこっちのシャワー浴びる側の天井、壁、突起物、鏡、床の順番で磨きを入れていきたいと思います。天井からですね、アルカリ線で円を描くように、でこの点検口はあんま強く押すとバコンってなっちゃうので、やんわり外して洗う時もあります。で、壁、鏡も綺麗なんですが、あとでちょっと機械を入れるの でさっきこの目地よりもこっち、今度はこっちですね。突起物ですね。で、このシャワー浴びる側っていうのはやっぱりこう体洗って流すとか、いろいろ油がこう跳ねたり飛んだり、シャンプーが跳ねたり飛んだり、石鹸が跳ねたり飛んだりする側なので、一番汚れてる、固着してる部分ですね。ここはそんなに固まってないですが、重点的に一番メインになるかなと。こういう細かいところは通気口のところはやっぱり汚れも流れるし、風も来てるし、ホコリも行ったり来たりしてるところなので、結構ホコリが固着して固まって、ついてる部分なので、しっかり酸性で溶かしながら磨いてってください。もうつるっとするまでですね。で、鏡面は障害物、突起物がたくさんあるので、しっかりと時間をかけてください。この突起物ですね。突起物で、こう結構鱗がついてたので、こ
この 3M2000 番で。で、こういう焦げ落としとかも、下の方はやっぱり軽気がついてるので、この裏側とかはこういう感じで、こういう感じですね。で、ここのこのシャワーを引っ掛けるこの部分はこの動きのまま焦げ落としを突っ込んでもらって、こうやってください。で、今酸性を使ったので、ちょっとアルカリ焼けないようにオフしておきます。はい、でシャンプー台ですね。ここもそんなに、でこのシャンプー台に気が取られすぎて、このカランに酸性が垂れちゃってることがあります。そうすると焼けちゃうので、例えばこういう風にウエスでオフしといてあげてください。これ結構重要です。でもこの後鏡の鱗落としをやるんですが、このステンレスの鏡を押さえてる上下のストッパーのところに間に軽気がいっぱいついてるんで、これをあらかじめ1枚刃で、こういう感じですね、トン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 。で、カランですね。ああ、だし先ほどこう柔らかくしといたんでつるっと。で、このカランにもいろんな種類があって、基本的に鏡面ステンですね。メラミンスポンジで落とせれば丸。でも基本的にこう真っ白で軽気がついてたりするので、まあ、こういう焦げ落としとかも使って落としていくんですが、まあ、傷をつけないように落としていくのがコツなんです。あと、このシャワーとか水洗とか40、50、60とか、その温度計の、刻印があるので、それをこう削ってしまうともう取り返しのつかないことになるので、そこも注意していただいて、基本的にはこのメラミンスポンジで落としていくのが最も重要ですね。で、刻印がないところはもうちょっとこれで刺激するしかないので、こういう裏とかですよね。本当にこの焦げ落としは本当に神がかってるんで、でこういうところもサイドも取れるんで、取ってあげて、こう蓋もしっかり磨いてあげてください。スルッとしてきたの分かります？スルッとしてきたの。で、こういう際どいところはいじめてあげてください。こういうところですね、下とか。思います？この弾き方、水の、ほーら、わかりますかね、この弾き方。くー、こう落としてってください。ここが結構白くなるんですよね。手練で刺激すると綺麗に落ちるので、じゃあ最後に床と鏡の鱗落としですね。機械で磨くパターンで映していきたいと思います。で、鏡をやる前に、ちょっと床は最後なんですけど、汚れ、石鹸カスがこうひどいので、酸性の洗剤を漬け込んでから鏡の鱗落とし
入りたいと思います。で塗り込み方なんですけど、まあ端っこの方にちょっと酸性をパーッと塗っていただいて、こういう激落ちくんでまんべんなく塗り込んどいてください。でこれはどういうことかって言いますと、鏡の鱗落としを終わった頃に柔らかくなってます。でここちょっと余った酸性がついてるんで鱗落としにも使います。はい、じゃあこれから鏡の鱗落とし、サンダーですね、ダイヤモンドパッドを使用して鱗を落としていきたいと思います。でこれぐらいゆっくりですね。最後に床の磨きを、まあ、あらかじめ酸性の洗剤で今漬け込んでる状態なので、簡単に落ちていくと思うので床の磨きをしていきたいと思います。まあ、使うものは、まあ、この激落ちくんだったり焦げ落としですね。でこれカラリ床といって、ここは白なんですけど、黒とかグレーですとこの焦げ落としを使ってしまうと結構乾いた時に白く出ちゃうので、まあそれもあらかじめお客様に伝えておくっていうことが必要ですね。じゃあ磨いていきまーすね。こういうとこにこの目に沿ってね、こういう黒ずみもね、こう根気よくでね、で最後にここももう一回ちょっと塗ってあげて、床の磨きが終わりましたので、これで浴室全体のクリーニングが終わりました。ありがとうございました。手塚さん、ありがとうございました。これまでいくつか浴室クリーニングの現場を取材させていただきましたが、汚れの落とし方は本当に十人十色だなと思います。これからも様々なプロを紹介していきますので、このチャンネルで自分に合ったやり方を見つけられたら嬉しいです。ぜひチャンネル登録もお願いします。暮らしのマーケット大学でした。